はいどうも、カッパ延長グッズ第5弾販売開始のお知らせです。7月3日までの期間限定販売となっておりますので、お早めにどうぞ。はい、カッパチ袋カッパ延長です。さて、じゃあこの動画では、なんか祖国から批判を浴びた、日本にいるこの在日中国人の人がね、とてつもなく情けない言い訳を吐いて、なんか日本で働くことを必死に正当化するっていうお話見ていきましょうかね。なんかこう昔に比べたらさ、例えば僕みたいな、まあ50前後の人から見たら、そうだな、どれぐらい前だろう、僕が小学生の頃だから、まあ30年前とか40年前ぐらいかな、圧倒的にものすごい増えましたよね。でね、今回のお話というのは、中国には愛国主義を振りかざす、憤怒青年、憤る、怒る青年、憤青って呼ばれる人がいて、憤青おかしいな、憤青か、憤怒青年、憤怒青年、なんかよくわかんないですけど、と怒ってる、なんか憤る青年っていうね、そういう人たちがいるんだって。で、この憤青とやらによって、日本を旅行で訪れる中国人とか、日本製品をこよなく愛する中国人、これらの人たちがたびたび批判の対象になってきたんだって。でまた日本で働く中国人もこのね、憤青から批判されることがあるんですけども、この中国の、SNS かな、なんだろうこれ、スイカなんちゃらがこのほど、日本で働いている中国人による動画を配信して、日本で働くのは中国を愛していないからではないと反論し、れっきとした理由があると説明していると。あ、そういうのいいんで、もう帰ってもらっていいですかね。この中国人の人がこれまで日本での生活の様子などを動画で配信してきたというが、最近になってこの憤青とみられる中国人ユーザーから、日本がそんなに好きなのかとか、本当に日本で働く必要があるのかよとか、国辱を忘れるなといったメッセージを受け取ったそうで、でこのね、動画作った人はこれらのメッセージに対して、日本で働くのは中国を愛してから愛してないからなどではないと反論し、第一の理由は日本では中国で働くよりも多くのお金を稼げるからであり、実際日本で満足できる収入を得ることができていると反論。しかしこの主張に対して、北京や上海、広州でも月に1万元、約17万円は楽に稼げるじゃないかと反論する中国人もいるという。で、動画作った人はこの反論を取り上げて、全ての中国人が大都市で月1万元稼げるなら誰も苦労しないとし、これほど多くの中国人が日本に来て働いている理由を考えてみてくれと主張。そして多くの中国人が日本という異国に来てまで働くのは、中国で稼げる仕事が見つからないから、中国ではお金を稼げないからだと主張。で、動画配信者自身もそうだと語っていると。あれおかしいな。中国ってね、もうなんかありとあらゆる全ての点でとっくの昔に日本を追い越したって言ってたと思うんだけど、その中国でなんでお金が稼げないんですかね。で、まあなんかこの動画作った人はね、日本で働いてる中国人を国賊扱いにするのはやめてほしいと訴えてるが、いや、その前に帰っていただきたいんですけども、経済成長の背後では、思うような仕事に就けず国外にまで出稼ぎに行かざるを得ない人々が数多くいるというのが中国の実情のようだ。いや、そんなの我々日本には関係ないですからね。いやおかしいですよね。だってシナは日本よりもね、とっくの昔に大金持ちがね、たくさんいると、中国はね、日本より金持ちだったんじゃなかったんですか。いや、まあ分かって言ってますよ。まあ11億12億のその他大勢の人たちの方の話だろうからね、大変だっていうのはね。でもこれちょっとね、シナが思う国辱ってどういう状況のことか、ちょっとよく分かんなかったんですけどもね。まあ日本に来るぐらいだったら、お隣の方がね、最低時給だか GDP だかがね、日本よりも高いらしいからね、そっちに行けばいいのにね、なんで日本に来るんですかね。GDP 2位のね、共産主義国が出稼ぎっておかしいじゃねえかよって、そこもね、もうとにかく矛盾だらけですよね。まあ今だったらおすすめは日本じゃないですね。惜しいですね、お隣なんですけどね。だってほら、 G8 入りでさ、グローバルワクチンハブで世界に大貢献で、宇宙開発の未来も明るいと、勢いが半端ないですからね。GDP も日本を凌駕してたりと、絶対におすすめですよ。しかもなんか地続きお隣じゃんね。わざわざ海渡ってね、空飛んで日本に来る必要がないっていうんだからね、絶対そっちの方がいいと思うけどね。
そう、金持ちだらけなのにあんな国っていうね。うん、まあこの場合、シナの場合はこのなんていうのかな、マルチスタンダードって言ったらいいですかね、ダブルじゃ追っつかないですからね、もうとっくの昔にね。うん、で、何でしたっけ、時給1万5000円が6億いるって李克強さんとか言ってましたっけね。どうやって暮らしてるのか想像もつかないですけどね、はっきり言って日本に来ないでもらいたいですよね、いい迷惑なんで。うん、まあ初期のこの共産主義のこの配給制なんかはもうやってないと思うし、うん、この中国14億人のうち、6億とかが、6億人がね、この月収1万5000円なんだって、日本円で。で、1人当たりの GDP が日本の4分の1ぐらいかな。沿岸部と内陸部の経済格差はもう年々広がるばっかりなんですよね。で、あと戸籍格差、これもなんか追い打ちをかけてるんですよね。うん、で、まあこの、なんだっけ、さっき言ってたこの17万っていう数字も出てたじゃないですか。っていうのはこの東京の最低賃金で1日8時間労働した月給のことでしょ。だから多分この中国の人はね、日本だとこれぐらいは最低でも稼げてるんだよって言いたかったと思うんですけども、中国は宇宙開発とかオリンピックで見え張る前にまず北京とか上海の最低賃金をね、最低でも東京以上にした方がいいんじゃないのかな。うん、なんだろう、向こうだと、ね、朝9時、夜9時、週6日出勤だから996って言われるんですよね。なのに低賃金で、あと残業代も当然ごまかされてると。で、日系工場は割が良くて残業とかその辺もきっちりしてるから、まあ、かなり人気らしいんですよ。まあ、品系の工場はなかなか人が集まらなくて相当やばいみたいですよね。うん、だからって ね、中国進出している日本の工場が、ね、状況としていい状況なのかって言ったら、それはまた違う話ですからね。うん、なんだろうな、あれかな、うーん、まあ、どう考えても日本よりもね、今だったら、ね、半島のお隣の方が、ね、いいと思うんだけどもな。うん、だってそもそも愛国心云々言う人が、ね、でそれを言うんだったらね、まず自国を発展させる方にね、うん、なんか力注ぐんじゃないんですかね。うん、まあマジなんだろう、例えば、うん、この日本だったらこの掛け持ちバイトできるじゃないですか。でも彼らの常識だとコンビニバイトでもなんか労基法で実働8時間だけど、ね、終わってから次の居酒屋バイトとか、まあ普通にこなしてると思うんですよね。うん、で、中国の国家統計局の発表だと、この東部都市の民間企業で働く人の平均年収が108万でしたっけ ?2019 年とか、19年かな、農村戸籍がある中国では、なんか恵まれた階層、それでこんなもんだと。月収17万なんてなかなか稼げないから、やっぱりあれ日本の東京の話なんですよね。うん、だからなんだろう、これもよく言われてるみたいですけど、上海はね、不動産価格は東京の倍だったりするんですけど、でも給料は半分みたいですよ、ね、それが中国の現実だそうです。だからって日本に来ていいとかそういう話じゃないですからね。うん、さて、じゃあ宿題の確認いきましょうかね。青レンジャーが青い理由ですよね。うん、いつも通りたくさんの人どうもありがとうございました。さて、鴨の橋さん、銃器刀剣類所持ライセンス、航空機操縦ライセンス、特殊用途車、改造車操縦ライセンスの所持者が青レンジャーであると、一目で分かるようになっているのだが、いかんせん交通規則違反が絶えないため、いまだに青切符の常連であることから顔色が青色になったと。ん?か、退職が青色になったと。なるほど。あ、そっか、あのマシンの操縦係って大体ブルーの担当なんだ。へえ。コージーさん、実力はあり強く冷静だが、変身前はいつも実は真面目で陰鬱なネクラな男だから、故に青とは呼ばれずブルーと呼ばれている。マリンさん、全てのレンジャーにおいて青いうちに出荷するのは基本、ただ青レンジャーにおいては、熟成期間計算間違いにより青いままの入隊になった。何色になるか次週まで交互期待。あれ、植物とかフルーツの扱いか。赤目さん、ドラえもんファンだから。ちなみにキレンジャーはドラミちゃんファンだから。あ、今日の宿題はね、黄色ですよ。
ケンポードさん、ゴレンジャー勇士の集まりで、悪と戦うヒーロー。実は青レンジャー、ゴレンジャー募集の時にヒーローに憧れるばかり、履歴書に嘘ばかり書いていた。そう、彼は蝶がつくほどのビビリ。なので敵と戦うため変身した時点でビビリがマックスになって青ざめて血の気が引いた姿が青レンジャー。トリッピーさん、クール、冷静の象徴としての青だと思います。赤レンジャーは情熱とか正義とか人情とかを優先し、人情はどっちかというと黄色じゃないの？あのカレーが好きな困ってる人がいたりそこに悪がいたりしたら考える前に動く。そんな赤レンジャーの行動が客観的に見て正しいか、敵との戦いでどうすれば勝てるかを冷静に判断して正しい方向に導くのが青レンジャーかなと思いましたと。勝則さん、もともとは本当はリーダーで赤レンジャーになり、なりたかったが諸般の事情で結局ナンバー2、赤レンジャーに対抗するため大義的に青を選んだ。実際には当時赤は女の子の色というイメージが強いので、保険の意味でナンバー2は男の子の象徴を青にしたらしいです。大阪の星さん、昔から青レンジャーの立ち位置になる人は SDGS の人が多く、 SDGS って何？とりあえず地球が自然がと言ってるうちに、海の色、水の色とか言い出して、青いペンキを頭からかぶった。めぐみこさん、青は光の三原色の一つ、赤、青、緑、色同士を合わせて作ることができない色なので、色の鉄板です。赤はリーダー色、クールで冷静なイメージは青なのでサブリーダーの青。じゃあなんで緑ってもっと上に上がってこないですかね。緑もだって4番手5番手扱いじゃないですか、ね、赤、青、次黄色が来ちゃうもんね。緑、そう言われるとね、光の三原色から考えるとちょっと不遇ですよね。緑もっとね、活躍の場増やしていいんじゃないですか。あ、今日緑にしようかな。いやでも予定だと黄色なんだよな。まあいいか。で、よちゃ555さん、空がなぜ青い、空だから。青レンジャーなぜ青い、それは青レンジャーだからですこれは失格ですね答えとしてこれは認めるわけにはいかないな。シマリスさん、主役といえば赤レンジャーですが、個人的には赤レンジャーの赤は炎の赤だと思っています。燃えるような熱い心を持っている人はなれるんでしょう。対する青は炎の温度でいうと青よりさらに高い温度ですが、一方で青は冷静さも表しています。敵に対して戦う熱い気持ちは赤レンジャー意図が冷静な部分を持ち合わせているキャラクターということを表しているのが青レンジャーが青い理由だと勝手に思っています。一番最新版の最近のこの戦隊ヒーローものって何レンジャーっていうんですかね。なんか途中で3人のやつがいましたよね。ずっと5人じゃなかったと思うんですよ。しかもなんか途中でね、青じゃなくてナンバー2、黒いやつ、黒と白が混ざってるやつとかもいませんでしたっけ。なんかちゃんと見てないからわかんないですけど、なんかね、この赤、青、黄色、緑、ピンクか、5人が多分スタートだったと思うんですけど、なんか途中でなんか微妙に変わってますよね。なんかね、人数もそもそも今5人じゃなかったのかな。なんか7人とか8人とかいた、そんなグループもあったと思うんですけどね。徳仁太郎さん、ひげが濃いですね。剃っても剃ってもすぐ青くなります。仕方がないので青いコスチューム着てごまかしています。たくさんの人どうもありがとうございました。さあ、じゃあ今日はね、黄色です。なんで黄色いのかね、キレンジャー、黄色い理由を教えてください。ただしね、他の色が取られちゃったからっていうのはもう今後全部却下ですからね。黄色、キレンジャーがなぜ黄色いのか、 あとカレー食べ過ぎた、これも却下にしましょうかね。他の色取られたからね、カレーが好きすぎて、これはもうダメです。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日、ごきげんよう。